はい、皆さんこんにちは、久保です。いつも動画をご視聴いただき本当にありがとうございます。さて11月に入りました。今年も残り2ヶ月となりました。早いですね。仮想通貨は年末がいいことが多いので、その流れですね、今年も期待したいと思います。はい、では今日はですね、キャピタルダオ、間もなく上場、されます。で、以前ですね、こちらの動画で、おすすめをして、で、購入された方はですね、必ず見てください。あとは、500倍、ドロップゾーン、最新メガ、レジェンズは、〇〇〇に気をつけろ。ということで、今日はこの2本でお話ししたいと思います。で、まずはですね、僕のことをご存じない方のために簡単に自己紹介しておきます。投資歴12年目になります。で、仮想通貨のはるか昔から FX、バイナリー、株などをやってまして、もうそれぞれのジャンルで稼ぎ続けています。で、意識していることはですね、仮想通貨、が、まあ、いい時、悪い時、必ずあります。で、今は、いい時、正直いい時です。めちゃくちゃいい時なんですけども、まあ、悪い時絶対来るので、それがですね、他でカバーできるというもの、まあ、ポートフォリオって言うんですけど、ポートフォリオを組んで、全体としてですね、その、なるべく凹みをなくすっていうのを、心がけてやっています。で、過去にですね、僕の動画でお話ししてきた、こういった、爆撃銘柄っていうのがあるんですけれども、まだ公式 LINE 登録されてない方はですね、まずは登録してもらうと、こういった爆撃の銘柄を知ることができます。はい。で、いずれはですね、自分でそういうのを探せるようになってもらいたいので、プロのですね、投資家、トレーダーがどういった考えを持ってやっているのかっていうのをお話ししてますので、まずは真似していただいて、で、いずれはですね、自分でやれるようになってください。はい。それではですね、今日の1個目テーマ、キャピタルダオ間もなく上場ということで、まあ、配布も、もうすでに、実はされているんですけれども、その確認方法に関して、公式からのアナウンスっていうのがまだなくて、まあ、自分でね、独自でやればできちゃう状態ではあるんですけれども、一応公式からのアナウンスを待って、コントラクトアドレスっていうのをですね、打ち込む必要がありますので、はい。そのアドレスが公式からの正式発表を待って、しっかりとお伝えしたいと思います。でこちらがキャピタルダオの公式のテレグラムです。こちらその参加者の方必ずと登録してください。はい、必ず、見るようにしてください。で、昨日ですね、届いた文面がこちらで、それを翻訳したものになります。で、このディープエル、ディープル、めちゃくちゃ便利な翻訳アプリです。で、これ正直あったら読む分には困んないです。はい。英語ってね、リスニングとかちょっとまた話変わってくるんですけども、読む分にはめちゃくちゃ精度高いです。Google の翻訳より精度高いんで、コピペできればですね、このような形で DeepL。これ絶対使った方がいいというアプリなので覚えておいてください。はい。で、これで翻訳しました。はい。で昨日の時点で10月31日の時点での、メッセージになります。もうすぐ11月1日ですね。予定通り、11月1日の、0時 UTC 9時にですね、プレセールで販売した CDS。はい。今回キャピタルダオのですね、キャピタルダオスタータートークンですね、CDS っていうのを、購入をしている方がですね、このチャンネルを見てで、買われた方がいらっしゃいます。はい。なので、この CDS が配布されると。で、このトークンはプログラムによって順番に行われるため、配布時間は数時間程度異なる可能性があるということでご了承くださいと。はい。で、CDS トークンと CPDT トークン、のコントラクトアドレスは後日発表しますと、トークンが配布されるまでしばらくお待ちくださいと。はい。で、今このコントラクトアドレスっていうのの発表を公式からあるのは待っている状態です。はい。で、同日、11月1日ですね、に、ユニスワップに CDS が上場される予定ですと、詳細な時間は未定ですということです。で、ユニスワップへの上場時刻は発表はしませんということで、そういった内容です。はい。で、今日ですね、またもう一つ来てまして、そちらを翻訳したものになります。はい。で、それがですね、明日リリースされるファーミング&ステーキングのスクリーンショットですと。ファーミングもステーキングも難しいものでありませんので、ご安心してご利用くださいとなっています。で、一緒に送られてきた画像がこのような画像です。はい。キャピタルダオの、CDS トークンをですね、ステーキングする、ページですね。あとはファーミングするページということで。で進めます。基本的にステーキングは CDS トークンのみを使用し、ファーミングは CDS とイーサの、LP を使用しますということですね。CDS は、まあ、単体でのステーキングで、ファーミングというのは CDS と、イーサをですね、流動性提供するということですね。はい。で、CDS トークンのシングルステーキングで終えて、CDS イーサの、LP ファーミング
リクイディティプロバイダーファーミングは APR が高くなる。APR は年利ですね。年率が高くなると。まあ、CDS とイーサーを両方その揃えて、同数揃えて、同額かな。価値的に同じ価値の量を揃えて、それを流動性提供した方が、LP では利率は高くなりますよと。で、ハーベストの報酬というのは何がその、これですね、ステーキングしたり、LP を組んで、何がもらえるかというと、CPDT。これです。はい。で、これがね、重要なんですよ。CPDT っていうのはですね、まあ、しばらく上場しないため、売り買いできませんと。はい。で、CPDT は、キャピタルダオプロトコルの最初の IDO の銘柄であると。で、2022年の Q1 なんで、1月から3月に販売されると予定と。販売価格は 0.02 ドルでユニスワップに上場される予定と。CPDT は非常に重要なトークンで、これ重要です。はい。CPDT を、キャピタルダオトークンって言うんですけどね、これ。キャピタルダオトークンを多く保有すればするほど、キャピタルダオプロトコルの投資に対するリターンを間接的に受け取ることができる。これキャピタルダオってそもそも VC ってめちゃくちゃ儲かってるよね。はい。で、その利益を享受する DAO を作ろうよっていう、はい、IDO の、プラットフォームをセットで作って、で、キャピタル DAO のその、要はね、我々投資したイーサーが、使って、いろんなね、仮想通貨のプロジェクトに投資してって、で、VC って本当に我々がもう想像してる以上に安い値段で、投資ができているんですね、はい。で、まあ、例えば上場、IDO とか IEO とかあるじゃないですか。ああいうものって、上場したらね、すぐ何倍、10倍、20倍とか、なるじゃないですか。で、それって、もともとの値段が安いからですよ。IDO とか IEO が勝てるのって、売り出しの価格がもう、明らかに安い値段で買わせてくれてるんで、まあ、それだけね、儲かるわけなんですけども、VC とかもっとさらに安い、IDO とか IEO のね、さらに半分とか10分の1とか、そういう値段で仕込んでます。まあもちろんその分ね、期間が1年とかね、最低でも1年とか2年とか、そういったスパンにはなってくるんですけども、まあそれだけその機会を、それだけのその時間を、と資金を投資しているためのその見返りとして、ものすごいリターンが得られると。はい。で、この CPDT はですね、CDS を、ステーキングだったりファーミングにすることによって、LP 組むことによってもらえるんですけども、はい。もしくは、あれですね、2022年の Q1、1月から3月に販売される IDO で買うか、どっちかということです。はい。で、これをですね、たくさん保有すればするほど、さっき言った VC の利益、キャピタルダオが投資したプロジェクトのその利益っていうのを享受できるということなので、まあ、これをたくさん集めるっていうのが、このキャピタルダオに参加した方の、もう、まあ、一番の目的だと思います。はい。で、ステーキングは明日から、始まると思います。11月の2日から始まるファーミングステーキングによって CPDT を獲得すると、はい、もしくは IDO で購入するか、CPDT 上場後にユニスワップで購入する。これまあ、IDO 後なんで2022年の1月から3月の間に IDO の後にユニスワップで、上場されると。まあ、そこで買うか。この3つってことですね。はい。で、まあ、明らかにこのステーキングも及びファーミングした方が、まあ、安く手に入れられるので、CDS をですね、まあ、今回キャピタルダオの最初の CDS、キャピタルダオスタータートークンを、持ってる方は、ステーキング及びファーミングをして得ることが、まあ、一番ベストですね。はい。もちろん、後日ですね、IDO で購入したり、ユニスワップで購入したりするのも、いいと思います。はい。で、より詳しく説明しますということで、ステーキング報酬として CPDT トークンを無料で入手できます。はい。まあ、CDS をね、買ってるんで、CPDT は無料で手に入れると。まあ、言うまでもなくこれが一番お得ですと。はい。で、まあ、同じことですね。IDO とかユニスワップで交流することは可能ですと。はい。で、ここに書いてありますね。ユニスワップもしくは IDO での購入は CDS トークンの販売数の10分の1以下と考えられます。さらに少ないかもしれません。で、つまりほとんどの人は3の形で購入する。要はですね、キャピタルダオスタータートークン CDS を買った人、
っていうのは、まあ、少数なわけですよね。で、IDO で購入できる方も少数。なので、大半の方は、CPDT が上場後にユニスワップで購入されると。で、もちろん、そのキャピタルダオのプロジェクト自体が、どんどんうまくいって、広まってた時にはですね、こんなんが売られてたんだと。で、IDO で購入しようかとなったら、もうその IDO もなかなかね、当たんなかったりするわけで。で、大多数の人は CPDT 上場後に、ユニスワップで購入することになるわけですね。それはここで書いてあります。これですね。ほとんどの人は3で購入することになりますと。で、AMM、オートマーケットメーカーっていうんですけども、これちょっとDeFi の、方式ですね。あまり説明するとちょっと長くなるんで、そういうものがあるというぐらい思っておいてください。で、オートマーケットメーカーの計算により、ユニスアップで CPDT を購入すればするほど、CPDT の購入価格は高くなります。場合によっては、IDO の価格の販売価格の数倍の価格になることもありますと。はい。これはそうですね。ユニスアップで購入すればするほど、これは AMM、オートマーケットメーカーへの、仕組み上もそうなんですし、普通に開発が多ければ上がるということでもありますし、はい。で、できるだけ多くの CPDT を確実に入手するためには、この CPDT、もう一度説明すると、キャピタルDAOプロトコルの投資に対するリターンを間接に受け取ることができるトークンです。はい。なので、これを集めることが非常に重要なんですけれども、これを、できるだけ多くの CPDT を集めるためには、1の方法を用いるのが良いでしょう。1の方法っていうのが、ステーキング及び、ファーミングですね。CDS。はい。今回そのキャピタルDAOの、キャピタルDAOスタータートークンを購入された方は、1をすることが、ベストということですね。さっきも言いましたけど、はい。それがここに書いてあります。1を用いる方が、用いるのが良いでしょうと。つまり CDS の、ステーキング及びファーミングですね。はい。で、私たちはキャピタルダープロトコルのプロジェクトを成功させるために日々多くの時間を費やしています。皆さん感謝のどうのこうのこうのと。で、財務上のアドバイスではありませんとどうのこうの、っていうのが、投資は自己責任でどうのっていう話ですね。はい、が書いてあります。はい、この、今文読んで、英語の文をですね、訳して読んだんですけども、必ずこのキャピタルダーのですね、参加者の方は、公式のテレグラムには入ってください。はい。で、この DeepL、もしくはGoogle のね、Chrome の自動翻訳でもいいんですけども、DeepL の方が精度高いです。はい。DeepL 使えば、これぐらいもう違和感ないぐらい読めますので、はい。で、もちろんね、このわかんないことは AMM ってなんだよとか、LP ってなんだよってね、わかんない言葉とかがね、出てくるかとは思います。でそこで僕であれば、投資のことを全般、トレードのことを全般分かってますし、英語はね、別にそんな本当に皆さんと同じぐらい英語アレルギーがあったんですけども、正直日々見てたらね、なんとなく分かってきちゃいましたね。はい。最近英語を別に翻訳しなくてもなんとなくもう読めるぐらいにはなってきました。人間ってね、面白いですね。興味があるものであればスーッと入ってくるっていう感じなんですかね。はい。で、とは言ってもということで、さっきみたいなその英語のね、ものを翻訳しても、なかなか分かりづらいところもあるので、そういうのをですね、僕はこういったチャンネルで、このチャンネルで取り上げて、で、話していきたいと思います。で、このグッドボタンの方ですね、そういった、英語の、情報で、中にはその投資の専門的なね、言葉とか書いてあると、LP とかステーキングとかって分かんない人にはね、正直分かんないわけなんですよ。はい。で、そういうのを分かりやすく解説してほしいよということであればですね、ここのグッドボタンをポチポチ押しといてください。で、今回のキャピタルDAOに関係なくですね、仮想通貨って基本的にもう、英語、マストというか、もう、英語はスタンダードなんで、はい。もう、英語を見ないと、もうどうしようもないんですよね。はい。ですけども、僕がなるべく噛み砕いて伝えることで、皆さんにね、伝わりやすくは、理解してもらえるかなと思いますので、そういった形ですね、クボを通して、わかりやすく説明を受けたいというよっていう方は、このグッドボタンをぜひ、ポチポチ押しといてください。そういった声が多ければですね、やっぱり、そういった意識をして、動画を作っていきたいと思います。はい。で、あと、そのキャピタルダウンはですね、確認方法、CDS の確認方法は、公式から、コントラクトアドレスっていうのが送られてきたら、また取りたいと思います。はい。で、
あとステーキングとかファーミングの方法もですね、また後日、取ってお送りしたいと思います。はい、それでは、今日の2つ目の話題ですね。500倍ドロップゾーン最新銘柄レジェンズは〇〇〇に気をつけろということでやっていきたいと思います。はい、ドロップゾーンなんぞやということで、思ってる方もいるかもしれません。はい、レイディウムというですね、ソラナチェーンの、DEX ですね、分散型取引所、はい、分散型金融 DeFi ですね。はい、その中にですね、このローンチアプリケーション、をしますと、はい、まあ、いろんなメニューが出てくるんですけども、はい、その中のですね、ドロップゾーン、こちらです。はい、こちらをポチッとしてみます。はい、これがあの NFT のですね、あのマーケット、NFT のセール、新規 NFT のセールページなんですよね。レイドゥーム上にあるドロップゾーンが、NFT の新規のページ。はい。で、その中で、あ、今日これですね、21時、皆さん参加される方多いと思いますので、ムンク NFT、こちら、今日の11月の1日の、21時から2時間ですね。はい。で、条件は、前の動画でお伝えしたんですけども、レイディウムのレイというですね、独自トークンをステーキング。ここですね、このステーキングのコーナーでステーキングしていないといけません。はい。で、過去にですね、これだけのセールが行われてきたんですけれども、このドロップゾーンでは。で、僕もお勧めしてきて、プレイグランドウェイブスっていうのが166倍で、ジャングルキャッツ75倍とかつけています。これですね、プレイグランドのウェイブスとジャングルキャッツですね。はい。まあ、それぐらいですね、かなり期待値の高い、このドロップゾーンでのセールなんですけども、それがまず今日がですね、これが行われてまして、行われる予定で、はい。で、二つ目、こちらですね。これが、11月4日にあるということで、はい。で、ちょっと、詳細の方見てみます。で、こちらのページ、レイディウムの、メディアムという、ブログですね。レイディウムの、その、メディアムのアカウントですね。に飛びました。はい。で、ここ、翻訳します。日本語に翻訳ということで、はい。ドロップゾーンで、ブロックアセットの起動、はい、ファンと世界中のアスリートをつなぐ、ブロックアセットのレジェンズ NFT。 ブロックアセットというのがプロジェクト、プロジェクト主かな。で、レジェンズ NFT というのが商品ですね。はい。で、そのブロックアセットのレジェンズ NFT がドロップゾーン、ドロップゾーンがそのレイディウムのそのセールのページですね。で、リリース化されることをお知らせすると。で、11月の4日ですと。で、NFT はアスリートのスポーツキャリアのマイルストーンに触発される、まあ、どうのこうのこうのあって、まあ、簡単に言いますとね、アスリートとタイアップして、で、そのアスリートの得点、まあ、例えば、モハメド・アリ伝説の彼自身から署名された手袋、すごいっすね。モハメド・アリのサインの手袋、まあ、モハメド・アリって分かりますよね。ボクサーですよ。ボクサー。伝説のボクサー。はい。とか、ウェイン・ルーニー。これ、めちゃくちゃ有名なサッカー選手ですね。イングランド代表。ウェイン・ルーニーの証言ゲームってなんだろう。からのカスタムウブロウォッチ。ウブロってまあ、高級時計ですね。はい。まあ、普通にまあ、2、300万ぐらいするような時計です。はい。この特別な時計の65の番だけが存在する、ウェイン・ルーニー。まあ、ウェイン・ルーニーの何か入ったウブロの時計ですね。はい。で、ジョナ・ロム、オールブラックスジャージ。ジョナ・ロム、この人は僕知らないんですけど、オールブラックスっていうのは知ってて、ニュージーランドのラグビー代表をオールブラックスって確か呼んでると思います。はい。で、その、まあ、ニュージーランドのラグビー代表の人なんでしょうね。そのジャージに署名、アレクサンドル・オベスチキン。彼の伝説はホッケースティック。これはホッケー選手なんですね。日本だとね、あんまりホッケーとか人気ないですけど、アメリカでは4大スポーツでね、NHL かな、という、まあ、バスケ、野球、アメフト、ホッケーっていうのが4大スポーツで、まあ、サッカーよりも、ホッケーの方が人気高いみたいな状態です。で、マイケル・ビスピング、ラスベガスの T モバイルアリーナでブロッカーセット中のレジェンド、
これは格闘家だと思います。はい。で、まあ、今見た中では、まあ、モハメド・アリが一番すごいのかな。モハメド・アリの署名された手袋か。はい。で、ランダムにドロップされる一切の賞金。モハメド・アリが、アンソニー、なるほどね。モハメド・アリが出てきたら、アンソニー・ジョシュア対オレクサンドル・ウィシクが、これはボクサーなんでしょうね。ヘビー級タイトル獲得するためのチケット。はい。ウェイン・ルーニー試合後ので、ウェインが管理するのを見る。ウェイン・ルーニーが試合後に出迎えをしてくれると、ヨナ、ニュージーランドのオールブ、なんの、観戦権ですね。これはサッカーの観戦。こちらボクシングの観戦。これはラグビーの観戦。これはホッケーの観戦かな。で、これは格闘技の観戦って、まあ、そういったものが出て当たると、ランダムにドロップされるということです。はい。で、ここまでね、見た感じ、これね、すごい、欲しいとは欲しいと思うんじゃないかな。現実の世界で、モハメド・アリの大ファンであればですよ。はい。モハメド・アリが署名した手袋って欲しくないですか？で、じゃあそれいくらぐらい出すんかと思ったら、まあ僕ね、1000万ぐらい出すと思うんですよね。はい。なんか感覚でですよ。感覚で1000万ぐらい出して、まあオークションとかね、なったらもっと値段ね、何億とかつくような気もしますけど、まあ1000万ぐらいだったら全然出す人いいんじゃないかなと思います。で、ウェイン・ルーニーの限定のウブロのウォッチ、そもそもウブロ自体が高いんで、ウブロの時計自体に300万ぐらいね、するものが多いんで、まあ、それにウェン・ルーニーという限定、何かしらね、そのプレミアムが乗ったものであれば、まあ、1000万ぐらいね、払う人がいてもおかしくないんじゃないかなと思います。はい。で、まあ、それぐらいちょっとね、面白い、現実世界により関わってる NFT だなっていう印象です。まあ、今までの NFT って、まあ、よくわからん、ね、ドット絵画とか岩の絵画、ね、何億みたいな感じで、であれはまあ昔ビットコインみたいなもんなんで、仮想通貨の、レジェンドビットコインみたいな感じで、 NFT のレジェンド、クリプトパンクスみたいな、そういったイメージで、まあ、価値があるっていうのはまあまあ理解できるんですけど、全然そのよくわからない、JPEG の絵に、ね、値段が、まあ、ついちゃってる状態、何十万何百万何千万っていう値段がついたっている状態じゃないですか。まあ、それが NFT がバブルって言われるゆえんなんですけども、これに関して言えばですよ、実際にこれを持ってたらモハメド・アリのその手袋、ボクシンググローブかなにサイン入りもらえるとか、ウェイン・ルーニー、この人ですね、サッカー選手、この人の限定のウブロのウォッチがもらえるとか、試合後にね、こう、挨拶に来てくれるみたいな、そんな話なんで、それってじゃあ欲しい人って現実的にね、いると思うんですよ。大ファンであれば、本当に1000万ぐらい払ってもおかしくないかなと思います。で、今回そのドロップボックスですね、このセール、あった。ニソルなんですよ。はい。で、ニソルって約2万、1ソル2万ちょっとなんで、まあ4万、2000とかするぐらいですね。2、3000ぐらいかな。はい。で、買えるということです。はい。で、そうなると、1000万ってなったら、まあ、だいたいね、500倍ということになります。なので、今回のその、ドロップボックスの最新銘柄のレジェンズっていうのは、2ソルがですね、まあ、1000万ぐらいになったら500倍になる可能性っていうのを秘めています。はい。それぐらい、まあ、面白いプロジェクトではあるんですけれども、〇〇〇に気をつけろということで、これどういうことかと言いますと、ちょっと気になるのがこの割り当ての多さなんですよね。1万 NFT ということで、これ、まあ、当たる人が多くなるんですよね。はい。で、1万個の配布で、で、まあ、この辺の、その、モハメド・アリの、グローブとか、ウェイン・ルーニーのウブロとかって、まあ、もちろんその、ね、超絶当たりの部類になると思うんですね。はい。で、ただ、外れの部分がね、多いんじゃないかなっていうのが気になっていて、で、まあ、結構当たると思います。で、レイディウムの、レイのステーキングっていうのは必要なんですよね。そのステーキングをしないと参加権がもらえないということで、まあ、二つ前まではね、今日のそのムンク NFT は同じ方式になって、それで、
まあ、レイディゲームステーキングが必須になったんで、ちょっとそれでどれぐらい倍率がね、減るのかっていうのを見ものなんですけども、二つ前まではソル自体持ってれば、レイをステーキングしてなくても買えたんですよ。で、そうなると、まあ、ものすごいね、福赤といって、たくさんのアカウント使ってやる人がやりやすいという状態で、たくさん参加するから価格が上がりやすい。価格っていうかね、セカンダリーでも上がりやすいという状態になってたんですけど、今回この、レイディームのレイがステーキングされる必要な方式になってから、だったっていうのが1点。これで倍率下がると思いますよ。さらに1万個の配布ということで、鋳造ミントって言うんですけど、より当たりやすくなってるということで、はい。で、そう考えると、ちょっとね、怖い部分もあります。はい。で、ここを詳細書いてます。はい。1万個ですよと。で、1個あたり2ソルですと。で、当たったら1個のドロップボックス。ドロップ箱の状態でもらえます。中身何入ってるか分かんない状態でもらえると。はい。で、当選チケットは1万個。で、これ重要です。時期がですね、11月4日の木曜日、はい、12時 UTC なんで、日本時間の9時から21です。夜21時から23時までの2時間の間に、ソルのプールをする必要があると。1チケットあたり2ソル、必要ですと。はい。で、当たったら、このブロックアセットウェブサイトで引き換えですね。こっちです。はい。この、ブロックアセットっていう、プロジェクト主の、ページで引き換えられると。はい。いう感じです。さっきの言った名選手たちが載ってますね、ここに。はい。で、戻ります。11月の6日まで、6日の23時までに引き換える必要があるということです。はい。で、これが、資格ですね。はい。まあ、簡単に言いますと、さっき言った通り、レイディウムをですね、レイディウム、こっちの、このサイトのこのステーキング、ここです。はい。ここにですね、レイディウムをステーキングしないと、権利がもらえないということです。はい。で、2日前までなんで、11月の2日、明日ですね、の夜の21時までにですね、10か30か50か100か150かをステーキングしないといけません。はい。で、それによってそのチケットの枚数が変わってくると、150入れたらマックスで5枚です。で、これが2日間のステーキング期限ということで、明日の21時ですね、11月2日の火曜日21時までとなってます。はい。それとは別で、15時間のレイステーキング期限というのがあって、10月の20日の21日、20日、10月20日の20日の21時の時点で、夜21時の時点で、レイをですね、ステーキングしてた方は、別の、権利のチケットがもらえます。こっち側ですね、15デーの、権利ですね。で、50から100、250まで、50刻みで、1から5枚まで増えていくと。いうことです。はい。なので、10月20日の21時の時点ではもう、すでにこれ過去のことなんで、これはレイディウムの側でスナップショットといって、まあ、記録みたいなのも取られてますので、これ今からやろうとしても間に合わないです。今からステーキングしようという人はこちらですね、明日の21時までにしてください。で、過去に入れてた方は、20日までに入れた方は、自分がね、入れてる数字を見て、レイの、枚数を見て、例えば、100入れてるんであれば、2と、4ということですね。はい。で、これから入れるっていうことであれば、こちら側です。10、30、50、100、150。はい。なので、150入れても、150以上入れても意味がないということです。ただ、250まで入れといたら、まあ、今後のですね、ドロップボックスの新セールに対して、チケットが増える可能性が高いと思います。はい。で、僕はもう250ですね、入れっぱなしに、250じゃない、150かな。はい。150を前回の発表があった時に入れっぱなしにしています。はい。では、まあ、ここもさらっと、まあまあ、今話したことですね。はい。なので、さらっといきます。このね、レジェンズっていう NFT、現実世界
とね非常に結びつきが強くて、あの欲しい人は欲しいと思うものなので、本当に500倍とかねなるとは思うんですけれども、さっき言った通り数1万っていう数が多いとの多いっていうのと、レイのステーキングが必要で、なかなかその参加者がね、減りやすいような状況ではあります。なのでもう非常にね難しいで、そこで取る戦略としては、これあの箱を開ける前にね売れるんですよ。中身がない状態で売れます。で大体過去見てたらね、倍ぐらいでは売れます。要は2ソルで買えたら、4ソルぐらいだったら売れるみたいな、そんな感じです。なのでもちろんね、もう一発当てたいよって方はね、狙いたいよって方はそのまま持って開封してもいいんですけども、開封する前であれば売ることができますので、まあ僕は参加しますけど、そういった形で売るかもしれません。ちょっとその時のもちろん今日のムンク NFT の入札具合とか、で当日のですね、このレジェンズの入札具合を見て、決めようかなと思っています。本当に投資とかトレードっていろんな戦略、アプローチがあって、まあ、これもその当たった状態で開けてから売るのか、開ける前に売るのかでによって取るね リスクとか、まあ、リターン、見返りもね全然変わってきます。開ける前に売ったらね、ほぼほぼその、まあ、倍率がねこの100倍とか絶対ありえませんけど、まあ、固く取ることができるみたいな、はい、2倍とか、まあ言うてもそのね、本当参加して、1時間に2時間で2倍とかになったら全然いいじゃないですか。はい、まあそういったやり方もあるし、でこれ開封して、でその高値を狙うって方法もあるし、それかもう実際にそれが売りに出されて一般にセカンダリーマーケットに出品されてからレア度を測ってこれは上がるなと思って買う方法もあるし、本当に無数にねアプローチ方法がありますので、まあそれが投資の面白さでもあるんですけども、はい、まあそういったいろんなアプローチっていうのも今後ですね話していけたらと思います。はい、ということで本当に投資のいろんなアプローチをこれからもですね話していこうかなと思うんですけど、まあそもそも需要があるのかちょっとわかんないので、そういったのを聞きたいよっていう方はですね、このグッドボタンの方をポチポチ押しといてもらえれば、あ、やっぱそういった需要が多いんだとか、少ないのかってわかりますので、まあ投資のいろんなアプローチ、こんなアプローチがあるみたいな話をプロ目線でね話を聞きたいよっていう方はぜひグッドボタンの方をポチポチ押しといてください。はい、今日はですね、キャピタルダウン間もなく上場ということで、公式テレグラムの、メッセージですね、の方を、日本語訳にして、で、僕なりにその解釈を加えてお伝えしました。はい、で、これに関しましてはまたですね、情報が入り次第、随時お伝えしていきます。で、もう一つはですね、500倍ドロップゾーン最新メガレジェンズですね、マイク・タイソン、モハメド・アリか、マイク・タイソンじゃないな、モハメド・アリのそのグローブとか、サイングローブとか、ウェイン・ルーニーの、その限定のウブロの時計とかね、まあ相当現実世界で欲しい人多いと思いますので、まあそれぐらい500倍ぐらいになっても全然おかしくないと思います。はい。ただですね、話した通り、結構当たりやすい状態にはなってると思いますので、まあ外れの可能性、外れを引いた時の可能性っていうのを考慮して、で、まあ、箱を開けずにですね売るっていうこともできますので、まあ、その辺はですねその時の状況を見て判断するといいと思います。はい、という形で今日はこの2本でお伝えしました。はい、最後までですねいつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今日の動画はねいいねと思ってもらえたらぜひグッドボタンを押してもらえると嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。